韓国の検察は不正会計疑惑が持たれている元従軍慰安婦らの支援団体全代表で国会議員のユン・ミヒャン氏を補助金の不正受給や業務上横領などの罪で在宅起訴しましたユン氏は個人の口座で集めた寄付金などを流用したとみられていますユン氏をめぐる疑惑は元慰安婦の女性が 団体に寄せられた寄付金について、使い道が不透明だと訴えたことをきっかけに浮上し、検察が捜査を進めていました。ユン氏はこれまで記者会見などで疑惑を全面的に否定しています。